寄せ鴨五井先生の言葉。とっさの場合に出る思い、それが大切だと思う。とっさに出る妬みの思い、憎しみの思い、不平不満の思いがすぐ消せるように訓練することに心がけることだ。私自身、とっさの思いがどうなるか、じっと観察し続けてきたけれど、憎しみや妬みや不平不満の心などなかった。実に素直だった。とっさの思いに本心を表せるようになるといいんだ。けれど、恐怖の思いというのはなかなか消えにくいだろうと思う。そこ、あらゆる思いは消えてゆく姿と思って、潜在意識の奥の奥まですっかり洗いざらい清めてしまうことである。そうすると、とっさの思いにも神の御心が表せるようになる。